またラキシです。今ね、仕事中なんですけどね、ちょっと最強なニュース入ってきたというかね、めちゃめちゃ嬉しい情報が入ってきて、阪神タイガースの年目の龍太郎選手が残留ってことですね。はい、めっちゃ嬉しい。ほんま、もうちょっと涙声で、すいません、ちょっとほんまに嬉しくてね、ほんまに嬉しくてね、ほんまにありがとう、めちゃんね、来年もみんなとね、優勝したいってことで残留してくれるらしいけど、本当にありがとうございます、梅ちゃん。いや、ほんまにありがとう、梅ちゃん。ほんまにね、ちょっと昨日、個人的なことやねんけど、夢で梅ちゃんがね、FA 宣言するってなってたから、不安やって、夢の中でね。それぐらいもう毎日梅ちゃんがどうなるんかなって、嫌な噂とかもね、結構嫌な噂っていうか、巨人に行くんちゃうかっていう噂とかね、 FA して流れただけにね、ほんまになんか嬉しいというか、ほんまにね、ほんまにありがとう、梅ちゃん。来年もね、阪神このファンとね、優勝分かち合いたい、優勝したいって言ってくれてるんで、ぜひぜひみんな梅ちゃんと共にね、優勝しましょう、ほんまに。はい、球団のね、インスタグラムやったりとか、ツイッターにもね、ほんまにありがとう梅ちゃんっていう言葉がめちゃめちゃ多くてですね、どれだけ人気の選手かっていうのも分かるし、スアレス投手もいなくなった中ね、梅ちゃんもなくなったら一気にチームをね、B クラス転落っていうのもありえるような感じだったんでね、ほんまに梅ちゃんの残留って大きいと思うし、来年こそね、今年の悔しさ絶対やり返したいなと思ってるチームの中でね、こうやって残留決めてくれたのは、正捕手の残留決めてくれたのは本当にありがたいことやと思うしね、今年梅ちゃん自身がね、多分最後の方悔しい思いしたと思うんでね、絶対やり返してほしいなと思うしね、僕は、来シーズン梅ちゃんがやり返してくれるように、その悔しさをバンにね、やり返してくれるようにね、ぜひぜひ願ってるというか、めちゃめちゃ応援してます。はい、じゃあ最後にね、ヒッティングマーチ歌って終わりたいと思います。笑ったって、それは応援歌じゃないな笑ったって言われるな、ビッグフミさんの登場曲やな。そうやね、気迫のスイング燃えろよ梅の、どでかいアーチ勝利への一撃、かっ飛ばせ運命の梅ちゃん、本当にありがとう、絶対優勝しような。